ミロスラバ・ミルカ・バブリネック、1978年4月1日体は、チェコスロバキア・ボイニツェ出身のスイスの元女子、プロテニス選手。WTA ランキング自己最高位は、シングルス76位、ダブルス214位。身長174センチメートル、体重59キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 同じスイスのテニス選手であるロジャー・フェデラーの妻犬マネージャーとして知られる人物である。メディアでは彼女の愛称であるミルカの名で言及されることも多い。元やり投げ選手であった父ミロスラフと母ドラホミラの間に一人娘として生まれる。ミロスラバが2歳の頃に一家はスイスに亡命。後に同国に帰化し、両親はトゥールガウ州のクロイツリンゲンで、 宝石店を営みながら、ミロスラバを育てた。9歳の時に父に連れられて行った、ドイツのテニス大会で、マルチナ・ナブラチロワに会い、父がナブラチロワに懇願した結果ドイツでのテニスレッスンを手配してもらったのが彼女のテニスキャリアの始まりである。ナブラチロワのレッスンを受けるためミロスラバは、フィルダーシュタットに向かい、そこで数日のレッスンを行った。 当時バレリーナになることを夢見ていたミロスラバにとって、これが初めてのテニス体験であり、最初はあまり乗り気ではなかったが、ナブラチロアはレッスンを行ううちに、ミロスラバのアスリートとしての恵まれた体格や運動神経を見抜いた上で、テニス選手になることを強く勧め、チェコスロバキアの元トップ選手であり、当時バブリネック一家と同じく、スイスに亡命していたイリグラナトの下で、 さらなるレッスンが受けられるよう手配した。ナブラチロワの読みは正しく、ミロスラバのテニス技能はすぐに上達し、15歳で、スイスの18歳以下ジュニアで優勝。この優勝が契機となり、プロ選手になることを決意する。ミロスラバは、ジュニア大会にはほとんど出場せず、14歳から、シニアの ITF サーキット大会転戦を開始。 1994年7月に16歳で、フェドカップスイス代表に初選出され、ワールドグループ1回戦、対カナダ戦で、ダブルスに起用されると、1995年シーズンは、シングルスランクを337位で終了し、この時点で国内4番手の選手となった。しかし、翌1996年に、ミロスラバが、テニスキャリアで修正悩まされることになる。 かかとの怪我を負い、これによりプロ転校が若干遅れたが、1998年1月に19歳で、プロに転校する。プロ転校2年目の1999年に、全仏オープンシングルス予選を勝ち上がり、グランドスラム本戦初出場。1回戦で、マリアンデスワードと対戦したが、0から6、4から6のストレートで敗れている。 この年は7月のパレルモ国際、9月のトヨタプリンセスカップでもそれぞれシングルス予選を勝ち上がり本戦2回戦まで進出。ツアー株の ITF サーキットでもシングルスで5度、準優勝する高成績を収め、年間ランキングを前年の270位から104位まで上昇させた。2000年はバブリネックにとってキャリア最高のシーズンとなり、年初の A ズ B。 クラシックシングルス1回戦で、第3シードのマリア・サンチェス・ロレンツを7から6、6から4のストレートで破ると、アマンダ・ホップマンスとの準々決勝まで進出。ここでは、ホップマンスに6から7、2から6のストレートで敗れたが、初のツアーベスト8進出を果たす。全豪オープンシングルスでは、1回戦で、主催者推薦のリサ・マクシアを6から1、 6から4のストレートで下し、グランドスラム本戦初勝利を挙げる。2回戦では、当時世界ランク9位の、第9シードバルバラシェットに挑戦したが、4から6、4から6のストレートで敗れた。さらに4月のエストリルオープンと、GDF スエズグランプリでは2週連続で、シングルスベスト8に進出。予選から出場した9月のトヨタプリンセス。 カップシングルスでは本戦に勝ち上がると、1回戦で、リタクチキ基ソ6から4、6から2のストレートで破り2回戦に進出。2回戦では、当時世界ランク5位の第1シードモニカセレッシュに、挑戦したが4から6、4から6のストレートで敗退する。続いて予選から出場した、ジャパンオープンテニス選手権でも本戦に勝ち上がると、1回戦で、 アンナスマッシュの輪を6から1、7から6のストレートで破り、ジュリー・アラール・デキュジスとの準々決勝まで進出した。コララの活躍により、年間ランクも、マルチナ・ヒンギス、パティ・シュナイダーに次ぐ、国内3番手となる88位で終了し、自身初のトップ100フィニッシュを果たした。この年は八月のシドニーオリンピックにも、スイス代表として、 単覆量部門に出場したが、シングルスでは1回戦で、ロシア代表のエレーナ・デメンチェワーに1から6、1から6のストレートで、エマニュエレ・ガグリアル・ディと組んだダブルスでも、1回戦で、ベネズエラ代表のミラブロス・セケラマリア・ベント・カブチ、組に2から6、5から7のストレートでそれぞれ敗れている。2001年はツアーでは前年ほどの成績は、残せなかったが、 9月の全米オープンシングルスでは、1回戦で、第31シードのクリスティナ・トレンス・バレロを2から6、6から1、6から1のフルセットで破ると、2回戦では、タチアナ・ポーチェクを7の5、4から6、6から2のフルセットで下し、自身初のグランドスラム3回戦に進出。3回戦では、当時世界ランク6位の第6シードジュスティーヌ・エナンと対戦したが、 エナンに3から6、2から6のストレートで敗退した。しかし2002年シーズンにはに入ると、古傷のかかとの怪我が悪化、前後オープンシングル予選から開幕後連敗を、喫する不振に陥るようになり、ランキングも急降下する。4月の GDF スエズグランプリシングル予選1回戦で、チェコ人選手に敗退したのを最後にツアーを離脱し、リハビリを行いながら、 抜本的な手術を行うか悩んでいたが、当時恋人であったロジャー・フェデラーから、自身専属のツアー対同行法マネージャーとしての話を持ちかけられ、結局これを引き受ける形で復帰を諦め引退した。ロジャー・フェデラーとの最初の出会いは、両者が、スイス代表として出場した2000年の、シドニーオリンピックであった。 この大会のスイス代表選手村でバブリネックに出会ったフェデラーが彼女を取るかテニスを取るか選べと言われたら僕はシドニーを去ることを選ぶねというほどの熱の入れようで彼女に一目惚れし同大会直後から交際を始めるようになる2001年にはホップマンカップにスイス代表として二人で出場するなど良好な関係が続いていたが2002年にバブリネックが かかとの怪我の再発によりツアー離脱を余儀なくされる。最後の出場となった GDF スェズグランプリでは敗戦後松バズエをついて退場するほどの深刻なもので自身のプロキャリアが閉ざされたと感じたバブリネックは失意の中鬱病を発症8ヶ月にわたって無気力な状態で家に閉じこもる日々が続いた。これを案じたフェデラーが自身専属の ツアー帯同候補、マネージャーとしての話を持ちかけ、バブリネックはこれを受諾。バブリネックは、この当時を振り返り、このオファーはロジャーが私に与えてくれた、最大限のサポートだった。彼は私に再びテニスに関わる人生を、与えてくれた。彼の勝利は、私たちの勝利になったとロジャーへの感謝を語っている。これ以降、講師両面で、 フェデラーを支えるようになったバブリネックは、フェデラーの試合に応援として、頻繁に顔を出したり、試合前のアップを担当する練習相手になったり、時にはカウンセラーとしても相談を受けるなど、マネージャーの他にもフェデラーに関する様々な業務をこなした。その後も恋人兼マネージャーとして長く交際していたが、2009年3月にバブリネックの妊娠を発表すると、 翌4月に、バーゼルで身近な友人と近親者のみを招待した、結婚式を行い、交際9年目にして結婚。7月23日に、双子の女児を無事出産し、それぞれミラローズ、シャーリーン・リバと名付け、翌8月に、フェデラーの公式フェイスブックで夫婦と共に写る、双子の写真を公開した。シングルスダブルス W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル。 SF, B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なし。ABCDEFGH ランディーウォーカーオリンピックゴールドエクスペリエンシーズフォーフェダラー。テニスグランドスタンド2010年10月28日閲覧。ABCD ブライアンバイナーロジャーフェダラーエースマッシングガイインデペンデント 2010年10月28日閲覧。A.B. アングザエティオンザグラスザニューヨーカー。2010年10月28日閲覧。イヤーエンドシングルスランキングスから 1997.W.T.A.2010 年10月28日閲覧。イヤーエンドシングルスランキングスから 1998.W.T.A. 2010年10月28日閲覧。イヤー、エンドシングルスランキングスから1999。WTA、2010年10月28日閲覧。イヤー、エンドシングルスランキングス2000。WTA、2010年10月28日閲覧。ミルカ・バブラネック。MARCA.com、2010年10月28日閲覧。 テニスイコールフェデラー。交際相手が妊娠。ロイター。2010年10月28日閲覧。テニスイコールフェデラーが結婚。ロイター。2010年10月28日閲覧。フェデラーがバブリネックさんと挙式。フランス通信社、2010年10月28日閲覧。フェデラー双子の父親に。スイスインフォ。 2010年10月28日閲覧。AB フェダラーツインズオンフェイスブックニュース242010年10月28日閲覧。ありがとうございます。